アーツヒール、人型任務条件、人型何それ。了解だ、任せろ。これで良さそうだな。はいはい、了解。必ずや任務を全うしてみせます。地属性の力、わかった。森林学を心得ているブレードがいないっす。みんな頑張って。こんなんでいっか。任務を成功に導こう。では行くぞ。よろしく頼んだもん。ああ、一度の部隊しか派遣できないんだな。フォンソナイムからじゃないとダメなのかな。さっさと進めようぜ。到着。このアルス戦か。もう進めていいかな。まさかタダで乗れる定期船があったとは。久しぶり。おい、レックスも生きてたのかも。なんかいっぱいお供連れてるもん。あんた結構有名人なんだね。まあここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー、じゃあ後でね。4階のゴールドムーンとか。ホムラは一緒なんだわ。うわあ、クエスト動画にするわけにもいかないしな。よし、クリア。階段、ここか。ゴルドムント居住区、こんなところがあったんだな。初めて来た。あ、ドライバー。飯。戦うのは避ける。到着。もうこんな時間か。やりましたね。こうして体が光るのは少し恥ずかしいです。ちょっと明るくしようぜ。昼間の時間帯で、よしよしよし。ここかな。ちょっと横入りごめんなさいね。ちょっとカメラ。はい。ただでないんだ。一人限定なんだな。まあ仕方ないか。さすが暴れてや紹介のぼんだよ。インビディアの時は負けてくれたんだけどな。クエストが受けられるっぽい。まあ見るだけなら、達成するかどうかはさておきとして。お宝回収。多分裏でやると思う。
ブースターここでも手に入るんだな。ここにもいた。よっと。というわけで出航は明日。それまでに各自準備よろしく。承知いたしました。了解ですもん。ここのお茶、美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出航まで少し時間あるから、もう一度お茶できそう。船旅の後だと宿屋で寝られるのはありがたいよね。俺も泊まり慣れた宿でゆっくり休めそうだよ。本当にゆっくり休めるんですか。いびきうるせえな。あらかわいい。そんな帽子かぶりながら寝るんすか、白子さん。何この美味しい展開。よかったじゃん。てか、お前いつの間にかいつの間にそんな姿に。ここ俺の部屋、男部屋。またやっちゃったのね。無意識のうちに。私ったらもうバカ。え？無遊病というやつですか。見たでしょ。あんななりしとって見るなと言われてもの。そりゃそうだ。全く同感です。そりゃそうだ。もうちょっと露出を抑えるとかできんもんじゃろうか。私は大好物ですが。おっさん、それホムラにも言えよ。やっぱ別人格なんだな。やっぱごめんなさい、ひかりちゃん寝ぼけると徘徊する癖が。そうなんだ。変なことしませんでした？いや、してない、してない。俺なんにも。いえ、そうじゃなくて、ひかりちゃんが。ああ、ひかり。うん、間近で見たよ。ちょっと物を投げられたくらい。これその時のですよね。ごめんなさい、痛かったでしょ。顔赤い。ああ大丈夫、本当平気だから。そうですか。私まだちょっとズキズキしてるんですけど。こういう時に限って二人の特性が。若いっていうのは。欲しいな彼女。いえ、私は結構です。あら、そうなんですか。
違いますな、その二人、そこの二人。あれ、こんな明るい感じでいいのか。ワンの頃はもうちょっと暗かったぜ。メレフ。ここはスペリビア帝国か。和田摘み。はい。ブレイドか。ちっこい子供やな。まさかこの子が王様とか言うんじゃないだろうな。スペリビアの。ただいま帰還いたしました皇帝陛下。マジかよ。ご苦労様でした。家具土も。恐れ入ります。久しぶりだね家具土。あなたも元気そうね和田摘み。天の聖杯やはり本物でしたか。はい。少年ですか。学校からサルベージャーのようでした。ぜひ一度会ってみたいですね。お望みとあらば。あれ、意外とスペリビアってそこまで。戦国アーケディア行きの輸送船が襲われたとの報が入りました。輸送船が。積み荷はコアクリスタルとのことです。シンが襲った船だ。コアクリスタル。イーラですか。おそらく。運よく脱出できた者の話では仮面の男だったそうです。やっぱな、シンが襲った船だな。あの男が。これで三隻目。もう三隻もやられてんの。イーラ側でもかなりの被害が出ていると聞きます。申し訳ありませんでした。トリゴで捕らえたイーラの少女、厳しく尋問すべきでした。私の責任です。あなたが必要と思ったから自由にさせたのでしょう。ならばそれで十分です。それに相手があの仮面の男であるのなら5000の兵をもってしてもどうにもできなかったでしょうしね。今の問題は別にあります。どうおっしゃいますと。元老院が独自にユーディキウムの発掘調査を再開しました。ユーキディウム。回線派ローデリッヒキーヌ。コアクリスタルを失ったことで焦りが出たのでしょう。ユーディキウムはとても繊細な地です。下手にインビディアを刺激すれば。一切承知いたしました。元老院に不穏な動きあらば静注もいたしましょう。お願いします姉さん。え、姉さん。弟さんな、義理の。どういう家族関係。4回ね。よし。いろいろ開けられそうな扉とか宝箱あったけど、すんごいレベル要求されてたしな。すごいレベルなんか要求されてたな。なんかあるなこの人。どの船だ。この船か。この船だよね。ん？どの船？あ、落ちれば、そこに降りればいいのか。
ん？光が…なんだ？スザクのコアクリスタルが今まで石みたいになってたのにどうして？知らないのかい？コアクリスタルはね、色を失ってもしばらくすると復活するのさ。復活？また同調できるようになるってこと。じゃあ今同調させれば新しいスザク殿が誕生することでしょう。そうなんだ、バンダムさん。どうするの？どうしようかな。バンダムさんの大切なスザクだし、そう軽々しくは扱えないよ。まああんたが託されたようなもんなんだからさ、好きにするといいよ。うん。そろそろ出航の時間だったよね。ああ、うん。先に行って乗船手続きしてくるよ。ニア、そんなに急がなくても。全席自由席なんだろ、いい席取りたいじゃん。おっと、なに、まさかあいつ。なんだよあいつ。レックス、カバンが。え、ない、ない、ない。ないって何が？バンダムさんのスザクのコアが。じゃあ今のやつが。追いましょう皆さん。くそー、あのハテナマーク、名前が出てこないやつか。で、名前が出てこなかったやつか。くそ、あいつどこ行った。スリに会われたな、すられたな。さっきのやつ子供だったよね。それにあの耳、グラジンだ。ってことは…いた！あそこだ！ああ、何しやがる！逃げるぞ。あの野郎、船を奪いやがった。どうします？追いかけよう。他に船は…あった！ガラムさん！オーレックス、どうした？慌てて。船貸して。え、この音が何があった？盗まれたんだ、コアクリスタル。あれ、あれって。待て、俺の船を返せ。ピットマンの船じゃないか。俺に乗ってるのか、ガラムさん。分かった、キーは差しっぱなしだからすぐ動かせるぜ。サンキュー、後で必ず返すよ。おう、決まれよ、レックス。何のために盗んだんだろうな、あの子供が。ドライバーになるため。え、ここに来たんか、ここに来るんか、トリゴの町に来たんか。あいつの船だもん。ああ、間違いない、ここで降りたんだ。まだ近くにいるかもしれませんね。だね、ならまずは情報収集。そうしよう。追われてる身だろ、大丈夫か。まずは一番近いこの人に。この辺りじゃ見ない顔、グーラ人だろ。お宝回収。でいた、今度はかまどのあれもやらないといけないっぽい。薄汚い子。すみません、次から気をつけます。農場の方に行った方がいい。農場ってどこだったっけ、ここら辺だっけ。見るか。この人が最後っぽいな。
おっと、おっとって木こりが街の外で少年をよく見かける。ノルキア、よっと、あれ意外と時間かかる系か、これさん、そこにいたんか。さっき見かけた。ほう。委託式のクエストが発生しました。このタイプのクエストはクリア方法が複数あるクエストになる。まず足跡を調べてみましょう。調査に必要なフィールドスキルを持っているブレイドと同調していた場合は、楽にクエストを進めることができます。そんなブレイドは同調していないという方はもう一度オットさんに話しかけてヒントをもらってクエストを進めてください。マジか、何が出るかなっと。足跡を探せと。どこ足跡？これか。残念なかったでやんす。オットさんに話聞こう。足跡が、これをたどれと。近くにいると足跡が光るっぽいね。近くに行くとか。どれどれ、草花は心を癒してくれますね。さあどこだ、そこか。うわ、見つかっちゃったよ。クソ見つかった。でも今なら倒せる。アンカーショット使いたいが。よし、ダウン。あの時の俺とは違うんだぜ。ナイスダウン。ダブルスピンエッジ。あんたの出番だよ。ここからが本番だぞ。俺たちは誰も。よしダウン。攻撃させないぞ。しまったな、ニアの必殺技を先に使えばよかったな。俺たちの力見せてやろう。今なら崩れろ。ナイスだ、オッケー。
ワイルドアッパー。グランドスマッシュ。ボケイドフリー。おも、トランに任せたらしいもん。グレイティー。もう、すごい大事なボール。やっぱ来たか。準備は俺たちは誰も止められない。いいでも行けるよ。教えてくれ。これ倒せるかな。あいつもこれでいこう。よし。いや、頼む。火力いねえ。意外とそこまで繋がらなかった。どんどんダウンさせてもいいな。終着地点かな。ここってウモの造船所だと。ウモンさんと関係ある人なのかな。ウモンさんがかくまってる。何が出るかなっと。